日本東京都国立市石田石田は東京都国立市の大技。郵便番号は186-0014。石田は国立市の南部に位置する JR 矢川駅付近の地域であり、飛び地上に2つに分かれている。JR 南部線を境として、北は富士見台4丁目、北東は富士見台3丁目に接するが、南部線の南側では、 ヤホーに三方を囲まれた状態となっている。石田という名は、もともと、現在の日野市の一部にあった、半馬マ村の石田村の住民の一部が17世紀末、頃に、当地へ移り住み、石田村飛び地とされていた区域が、当地一帯にあった名残である。この石田村飛び地は、町村正志向を受けて1889年に、ヤホ村、青柳村と合併し、ヤホ村の一部となった。 1929年に南部鉄道が当時のヤホ村大技石田の中央を貫く形で開業し、1932年には矢川駅が開業した。一帯はもともと桑畑などが広がっていたというが、やがて南部線の北側には都営の住宅団地が設けられた。1965年に町名地盤整理によって新たに富士見台が設けられた。 西大和在石田の南部線より、北側の部分は富士見台四丁目の一部となった、大和在石田として残された区画はわずかで、国立市の町長としては、最も小規模なものになった。1990年に出された国立市、町名整理審議会の答申、国立市町名整理は、石田を地名として残すことは困難とする結論を出しており、大和在石田として残っている。 南部線より南側の部分は今後の町訂正によって矢川4丁目の一部となることが見込まれている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。